こんぐらいは痛くない。俺はキリストに選ばせた、その祭司だ、その最高の男、最強の男。自分の命を捨てて俺の命を生きるのために、その男キリストイエス、創造主の御子、俺のために犠牲されたの男、その血を今俺の体の中に流れています。なすればこの命は負けねえ。すべての今しめよ、人を愛すの今しめを守る、そして世界を変える、キリストためにね、全部全部受け取っています。キリストの栄光の光栄の名誉のために、永遠の栄光のために叫べよ男たち。自分の命を捨てて、愛のために捨てて、この腐ったの世界を変えろ。自分の命を捨ててよ、わがままを、以前の失敗も一切キリストの身を、彼を捧げよう。彼は私たちの罪で告白すれば、彼を信じるならば、キリストは創造主を信じるならば、すべてを清めてる。俺は証拠だ。この心を見ろ。俺の生き方を見ろ。キリストを見ろ。男よ、無駄死にするな。自分の若ままの命を捨てて、キリストの旗前に働くわ。それは最強の男になれるの唯一の道。それは永遠の栄光と命を手に入るの唯一の方です。さあ、選べよ。この腐ったの世界一緒に滅ぶか、キリストと一緒に永遠の命世界を伸び伝えようか。選べよ男、今自分の人生を選べよ。キリストの人生の指南書を守り変えたいか、人生を生き返るか、生き返り蘇るのか、それでも弱虫のように他人のために、他人の支配されたの、その腐ったの歪みを満ちされたの命を生きつつ、それにもキリストの力を信頼し選べる、そして自分の命は新しいのページ、新しいの聖なるの命、生きる確か、清いの命、清いの考え方、清いの生き方、自分を他人のために、愛のために犠牲する、その命。愛を他人は前にできないのことを、今できるの、キリストの中に、さあ、選べてください。今日、教会を行くか、自分の行いを変えろうか、キリストのその前に自分の罪を告白するか、自分の情欲、自分の嘘つけ、自分のすべての過去を、そして過ちを、キリストをもう知ってます。彼は存知の神、なすれば優しいの神だから、自分の天国のその御子の神の御子のその高いの尊意は権威を捨てて、人間の門にこのように来られた、そして私たちの罪のすべてを運ばれた、聖なるの命を生き出して、悪魔を戦い、そして悪魔を切り捨てて、聖書のこの場を持って、私たちを、その、自己犠牲の、とってもないの、
そのエグザンプルで私たちのために生き返した。そして私たちのためにバカにされて、私たちのために血を投げして、私たちのために弟子を捨てて、私たちのために十字架上に3時間を手に開いて金属にここに突っ込む、ぶつけ合う。私のためにその罪を犯してないの男を犠牲された。最もの痛み、最もの残酷、最ものダサいの方は死なれた。人類の罪のために認める、自分を清める、清めたいの人たちのために死なれた。あなたもしこの心を悔い改め、反省したいの罪はあるから告発してください。前に来るがいい。私たちは罪人で、キリストの向こうに罪を告発して、彼を創造主の唯一の神の身元をもってそれを約束された。罪を告白すれば清めている。そして新しい命を与えます。そしても彼のどうやって人を愛する、コミュニケーションする、どうやってこの世界に聖なる清める、その命を生きるの方を、彼の魂を我々に心に与える。その僕も俺も一度死んでいた男だ。18歳の時、雪山の中に情欲支配されたの、その出来不足のゴミ人間の命が他の人を見仕立て、そのゴミのような人間を今生き返る。人の愛をできる。どうやってコミュニケーションとか、どうやって他人に尊厳するか、どうやって他人に愛するか、キリストをすべて聖書の中に私を学しされた。聖書は唯一の人生の指南書だから、神の唯一の神の与えられる、私たちのために与えられる人生の指南書。他の人間は、普通の人間は分かんない。聖書を読むのみ分かんない。それをなぜ神を、その自分の魂ないの人は、その本は全然分からない。しかしあなた、今このメッセージを聞こえれば、もし罪を告白すれば、もしキリストを創造主、唯一の神、私たちの罪のために死なれたの救済主、それを信じしたいなら、自分に今目を詰めて、キリストを向こうに、その十字架、2000年前の十字架、キリストを、これは罪犯したの男だ、情欲の中に、嘘の中に、出ちゃ欲しいが出ない、お前は信じたい、あなたを信じたい、力を、あなたを信じの力を与えてください。そして俺を清めてください。あなたの約束だから、俺を、新しいの命を、名誉あるの命を、栄光あるの命を、あなたのために生きる続け、以前の歪み荒れたの命を捨ててほしい。キリスト、俺を手伝ってください。毎日を、俺の聖書の言葉を注ぎ込む。毎日を、俺に、俺のそばに、話してください。
そして俺を導いてください。イエス様の創造主唯一の御子のために、その名前をによって、アメン。今信じの方は新しいの命を持っています。けどその未来は苦難なるし、自分をキリストを信じないの時もある。それは本当の真面目の試練だ。けどキリストを信じ続けて、彼をあなたをいつもそばにいる、マタイ28章20節のその言葉を信じてください。そして毎日を悪魔に聖書の言葉を戦い続け、その救いの兜を持って、キリストのすべての言葉を頭の中に守る、記憶する、罪の戦いのために、また4章キリストに悪魔を対しての戦いのように、自分の情欲正しくないの、その思い方を聖書の言葉をぶち叩く、一刀両断する。それは唯一の救い方です。信じないならばお前もすぐ死ぬ。私たちは天国の唯一の友情チケットはキリストに対して信じるだ。どんなくらいの罪あるの人間も、どんなくらいのクズ、どんなくらいの他の過ちを犯されたの、でもキリストも全部清めでできる。キリストを信じなさい。男よ、女どもよ、自分の永遠の命、人生本当のレガシー、他の人を愛するできるの、どうやってコミュニケーションできるの、その方を手に入るの道はキリストを信じる。彼を創造主の身元、彼をあなたの罪のために信じされた。そして3日の後、新しい命をあなたのそばにいる、その存在のために3日の後蘇った。信じないなら地獄落ちろ、信じたら天国の近いから。神様キリストはそう言った。正義を渇いの人は幸いです。なすれば絶対満足できる、キリストの中に。貧しい人は幸いです。彼は神の国を見ているものです。心を貧しい人、金もないの人、全部ここに来い。キリストを、あなたのストレスを、あなたの歪みを、全部を運ぶ神の、天の父親の、世界を創造されたの父親の神の、その罪清めてのその願いをつなでく。キリストは神の御子です。父ある神は絶対に自分の聖なるの子を聞け、そしてあなたは人生を変える、人生を変化したいか、人生を変化したいならキリストを信じる。自分の罪を反省しよう、キリストに告白せよ。出エジプト記の20のマタイ22のマタイ6章のその罪、女も男も情欲、目をつけての嘘を、全部を犯しの罪を反省してキリストに告白する。そしてキリストの地位の中にあなたを洗う、そして
新しい命を与える。それは唯一人生を救い方、唯一人生を楽した方、唯一自分の試練の前に負けない、誘惑前の負けない最強の男になれる唯一の方法です。どうすればいい？お前選べよ。世界に一緒に滅ぶ、それでもキリストに世界滅ぶの時天国に昇る、そしてこの世界の中に聖なるの流放者、聖なるの老人、聖なるの勝利者を、愛をできるの純粋の愛、忍耐、優しさ、わがままなく、自慢ずなく、その命を生きる星なら、キリストを信じてください。罪を告白してください。罪を嫌いしてください。恨みしてください。そうすれば、神の道、神の国を誓いが、一本道です。振り返ることはない。諸君、よく聞きなさい。この最後の、最後のメッセージは、自分の心に創造主キリストの、私たちのために、罪のために、罪の犠牲、私たちの罪を清めてのために、十字架の上に死なれた、最も残酷な、最も暴力な、惨事が最も恥ずかしいの死に方を選べる。そして私たち新しい命を与えるために、3日後地獄の落ちたの罪のために地獄の落ちたの苦難をすべて述べ伝え、すべてこの身を受けるあと3日間、3日後神の身元を持って蘇れた。それを信じるならば、その一本道、天国、永遠の命、あるか。信じてください。神の御言葉、聖書だけ。他の偶像を、アニメとか、他の、その、自分を救えたタイの男、その、キリスト以外のものを捨てて、キリストを唯一の神のように礼拝する。それは日本の中に楽しい人生、楽、喜び、満ちされた愛をあるの人生を手につかめる、その生き方です。世界を変化するその命はキリストのこの聖書の中にあるから、聖書の十字架を抱きしめてください。以上だ。さらばだ。